陥没乳頭、陥没乳頭は、チブサの内側に埋没した先天異常以上な乳頭のことを指す。育児において子供に母乳を与える際、まず乳首を露出させる必要がある。発生頻度は1.8から3.3%程度であるが、妊婦を対象とした調査では10%程度にまで上昇。昔からや遺伝の場合も高い。先天性の場合、 9割近くは両側性である。原因としては入管の長さが足りないことがある字ではないかとの説が強い。堺上進による分類は以下の通り。堺によればグレード2、グレード3については入管を温存したままでの修正には高度な技術を要する。保存的治療としてはピアスによる牽引、母乳作乳器による吸引、さらにこれを小型、簡易化した。 ピペトップなる乳頭のみを吸引、保持する提灯型の器具が考案された。まだ評価は定まっていないが、一定の効果があると期待されている。入管を保存したままの制服手術は、比較的困難であるが、切開して、周囲組織の剥離、切除などを行った後、Z 形成術や、巾着方合などで固定する。 授乳の予定がなく、入管を切断しても良い場合は、それを切断して、乳頭を引き出し、乳腺弁を本店して収める方法がある。ただし入管を切断した場合、視覚の異常や消失が見られる場合がある。術式は、ケースや医師によって様々である。ありがとうございます。